あ、回ってんすか。あ、回ってんの。え、メッシュメッシュ、ハチクレ、ハチクレ、あ、ハチクレ。新しい企画ね、やりたいという話をしてまして、お盆休みを利用して、うん、東京から役者を呼んでいただいて、大声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 3日間か、短編だったりとか、あとはいろいろ面白い企画を撮ってまして、今日はその中日ということで、はい、なんだっけ、あ、映像作家の端くれの五十嵐です。はい、役者の端くれ折笠慎也です。はい、じゃあゲスト、はい、はい、役者の端くれ酒井秀樹です。はい、秀樹くん。役者の端くれ三浦京介です。よろしくお願いします。京介くん、えっ、イガちゃんもともとあれだよね。そうそう、ミュージックビデオでね、2年前に知り合って、はい、うん、終わった後、うん、になんか喫煙所でね、全員でモクモクしながら、うん、なんか絶対やろうぜ、それで一緒になって、うん、まあなんかなんかやろうぜみたいになってすごいなんかやる気じゃない。で、お互いになんかインスタでお互いの近況みたいなの見てんじゃん、うん、俺ら、うん、ああ今日は集会かな。そう、そんで京介がやってるあのシリーズ何？カッコつけま走り逃げシリーズ。そうそうそう、それが俺すげえ面白くて、はい、俺がまあ2人とやろうってなったよ、こういうのもやってんだよ、ね、って言ったら、お、知ってる知ってる、あ、知ってる知ってるっつって。2年ぐらい経って俺らが出した研究をまあ見てくれって、はい、いや面白かったっすみたいな、青森行こうかなみたいな、はい、ね、めっちゃナイスフットワークで、こっちはこっちで何かやりたいと思ってたらしいの。俺らは俺らでなんかほら、うん、シュガーでもさ、うん、大学生の子出てもらったりとかして、そうそうそう、まあ、こっちでなんかうまい具合にさ回そうとしてた中で、うん、この2人はやりたいよねってなったとかっていう話になる、うん、せっかくなら、まあ、ガチャンコしようよって話になる。そうそうそう、うん、初青森ですか2人は。初です、はい、初です、はいはい、どうすか、すごい雑な振り方で、でも普段東京にずっといるんで、うん、うん、ビルとかばっかりじゃないですか。で、緑があるんですけど、やっぱこの抜けないんですよね。あ、せやんな。そうさ、そうさ、そうですね。空がね、狭いというか、どうしても建物がね、いっぱいあるから、東京は。そう、うん、それに比べて、やっぱ青森は空が広いし。うん、だから、それがなんかこう、眠ってた感性がこう、起きてくる感覚が。あ、それでさっきのあれやだ。まあ、僕の言い出しっぺで。小芝居みたいなね。僕の言い出しっぺでやりましょうっていうね、即興は、うん、お付き合いいただいて、皆さんにもお題やってもらったりとかいろいろやってもらって、なんか何するより一番恥ずかしいかもしれない。いや、ね、本当に役者としてみれば恥ずかしいっす、うんうん、そうで、まあ今日のスタッフ陣、昨夜ちょっと一瞬撮って、はいはいはい、おはようございます、はい、これが最近サイエンスワークスの現場全部で来てやってくれてます、ね、もはやムードメーカーですよ、はい、あゆみさん、うん、いつもあの端くれね、あのカメラの後ろに回してくれてる。で、カズ、カズ、はい、彼もね、ちょっと急遽俺もやりたいっつって、明日短編一本撮んない、うん、はいはい。で、ピンさん、ピンさん、あ、なんか前もピンさんの話した気がするね。うん、シュガーの時だっけ。でも、なんか怒られるんだよね、実は。そのえ、なんで。いや、名前出すなって言われて、前もなんかほら、ピンさんがどうのこうのっていう話をした時に、うんうん、まあ、お世話になってるピンさんっていう紹介をしたんですけど、はいはい、うん、なんかそのまあ、自分の名前出すなって言ったから、はい、出してないじゃないですか。 P の P ですからね。 P の P さんだから、うん、本名バレないですよ、うん、まあ、ほぼバレてるけどね。バレるとまずいんですか。まあ、あんまりカメラの前であんま言わない方がいいかな、そのまずいとか。あ、ピンさんでーす。あの、回ってくださいピンさん、回ってください。映っても大丈夫だった。はい、はい、はい、ピンさんです。あっちの方じゃ。え、お二人は舞台が多い。舞台が、舞台ばっかりでした。で、今回その、まあ、がっつり映像やったじゃないですか、はい、なんかそのコロナ禍で舞台とかも最近あんまできなくて、うん、さっきの話なんですけど、うん、ヒデとなんかそういう映像作品撮りたいね、うん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 、でもやっぱお願いしなきゃいけないじゃないですか。そうそうそう、自分たちではできないんで、うん、こう考えた時に何人かいる中で、はい、なんか五十嵐さん、それこそ1回しか会って、うん、あの1回なんですけど、なんかすごいこうフィーリングっていうか、うん、なんか僕らがお願いしたらなんかいいじゃんやろうよって言ってくださる気がして。今のくだりもう一回言って。フィーリングがあって、うん、お願いしたら、うん、あ、なんて言った。あの、いいじゃんやろうよって言ってくれそう。 A ちゃんみたいな。やっちゃおうよみたいな気がして、で、俺がヒデに五十嵐さんどうって言ったら、もうすでに五十嵐さんと連絡取ってて。あ、そう、そうなんですよ。最初に
コンタクト取らせていただいて、おーおーおー、ちょうどあの紛糾見っていう瞬間に、うん、これめっちゃ面白いですねっていうのをもう DM させてもらって、はいはい、やろうよって、うん、まあやろうよやろうよ、A ちゃんなんだよな、うん、やろうよ、もう A ちゃんだっていうのがなんかそれこそこうあって、うん、まあね、男に溢れるよね、うん、うん、な、わ、うん、かる、わ、はい、かる、客の立場でもそう思うもん、ね、客の立場でも、もう一個、もう一個、男気あるある、男気、はい、はい、なんで俺今質問投げかけられてなんで俺投げかけられてる、男気あるどう答えればいい、ある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 っていいんじゃない、で昨日その灰色の散弾銃を撮って、うん、結構まあロケーション的にもそうだし、うん、役的にも大きい声出したりとか、うん、長ゼリフバーっていうのがやっぱ多かったじゃないですか、はい、まあ秀樹は特に、はい、ピンさんも言ってたしみんなね言ってたけど声量のね、あ、そう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 、すごかった、すごいバーンってくる、なんかあれですね、僕らほとんどやっぱり舞台でやらせてもらってるので、うん、その奥に出すみたいな声の出し方がほとんど主流、お客さんのさらに向こうまで届けるようにみたいな、うん、ステージの端っこまで、端っこまでみたいなのが主流なんで、うん、多分その癖が結構、せやね、そうやね、せやね、うん、なんかマイクで拾うっていう感覚が僕ら分かんないんで、うん、だでもやっぱあの別に僕ら舞台しかやりませんって言ってるわけじゃないんで、うん、やっぱいつかこう映像の仕事とかもらった時に、うん、やっぱどっちにも対応できた方がいいかなと思って、うん、そういう面も勉強させてもらいたくて、うん、で折笠さんとかと昨日一緒にやってると、はいはい、こう学ぶもんが多かったんですか、ね、そうよかったじゃん、ありがとう制作側としてもやっぱ普段はオリとやってて、うんうん、初めて俺も舞台をメインにやってる役者とやったけど、うん、感覚がもう最初ちょっとつかめねえっつうか、そうだよね、そ、うん、んなにやっぱ違います、う、違う違う違う、二、うん、人並んでるシーンあったじゃん、で二人でなんかボソボソ喋ってるシーンとかになると、はい、京介のやつがやたらこうドーンってくるのよ、はいはいはい、大丈夫なんですか、バランス的に、全然ああ、そこはほらピンさんやってっから、怒ってるみたいな、震えてる、あんま振るなってことだ、怒りの震えだ、それは腕がね、あれ大変ね、大変だよね大変だよね、他人事みたいなやつ、僕もすごい刺激を受けて、同じ役者でもたたじゃんたじゃんって言ったらあれかもしれないけど、舞台の人とやるってことってあんまないし、俺も舞台ほとんどやったことないし、だから本当に新しい刺激を得たっていうか、すごい感動したやん急に素敵やん、素敵やん、ええやん、ええやん、まあなんか今後もね、なんかやっていきたいね、いやぜひぜひぜひ、めっちゃやりたい、やればやるほどいい作品になると思う、うん、お互いがお互い分かっていくじゃない、うん、どうしてもカメラは挟んでるけど人間対人間のこう戦いじゃないけどさ、うん、そうそう、こっちはこっちのあれがあって、はい、役者は役者のそれがあってっていうのがあるから、うん、なんかやればやるほどいい作品っていうか密な作品になっていくのかなっていうのが俺のなんか今までやってきた感覚だから、その人間性がもっとこう分かってくるといい意味でリアルなものは撮れるんじゃないかなって思うよね、そうね、頑張ってくればやっぱりもっといい作品ができると思うよね、うん、終わる、まあ、あとはほら作品で説明しようよ、そうですね、その灰色の散弾銃の主役はヒデ、僕が、はい、すごい、すごいよ、意思表示の主役は京介どっちも出てこないなんで、あの今回オリが主になるやつはね、あ、カズが台本、あの脚本を書いたやつなんで、明日それは明日収録やらせていただきます、よろしくお願いします、あとね、いろいろオフショットもいっぱいあるし、楽しいのつまんでどんどん、あの端くれもう今ネタいっぱいあるんで、もうマジ待っとけよ待っとけ、じゃあ降りますか、降りましょうか、はい、はい、ありがとうございます、じゃあ皆さんありがとうございました、ありがとうございました、あと作品をお楽しみに、お楽しみに、バイバイ、バイバイ、まあ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 、そうね、そうね、何どうしたの、はいはいはい、これね、すで、うん、にね、ゆるしき問題ですよ、これリニューアルしたばっかりなのに、うん、短編とかさ、うん、間を埋める企画がないの、いっぱい撮ったのに、いっぱい撮ったよ、うん、めっちゃ編集したよ、うん、したね、してくれたね、すげえ、すげえ頑張ってんだから、うん、やってくれてるね、どうするって、え、何何何だから、何が由々しき問題なの、由々しき問題じゃん、だってさ、普通に考えてさ、うん、
短編とかさ、企画もんとかさ、うん、インプロとかさ、うん、いっぱい撮ってさ、はいはい、ね、うん、でも短編は1ヶ月に1回でしょ、うん、その間はおー、確かに、あーじゃねえ、ごめん、いや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 、確かにね、それで、でもね、うん、企画案を俺なりに考えてみたんだよ、うん、はいはい、企画ね、なんか細かにしてる、いや、してない、何企画ね、え、なにこれ書いてるのやつ、なんだよ、書いてるやつってなんだよ、書いてるやつ違う、え、何書いてるやつってなんだよ、いやいや、書いてる、何 なんだよ、そのなんか細かにした感じ、してないって、俺一生懸命考えた企画、じゃあ、なんか言ってよ、じゃあそれでダメなんだったら、なんか企画自分で考えないよ、いや、ないんで従います、これじゃ あの作ってくれたやつ読んでいいってことですか、俺が読もうか、はい、これ斬新ですよ、これ、何斬新かつ、何斬新かつ、何どうぞ、ラジオ、え、ラジオやってんじゃん、折笠深夜と俺とかじゃなくて、うん、お前一人でやれんじゃん、でそれをどう読むよ、役者の端くれ、うん、折笠深夜がまさに折りなす爆笑じゃねえよ、ファンタジスタラジオ番組、その名も DJ オリチェ55フライ